トマベ知識認定コーチの西村です。本日は気持ちに色をつけようっていう話です。私は個人向けコーチングをしてます。1対1でお会いして、その方のゴール設定をお話しして決めるのをサポートするってお仕事なんです。そしてその人の自信を高めるっていう作業をします。するとその方の願いが叶っていきやすくなったり、あとその人がすごい自分に自信を持てるようになるので、人生の充実感が増すっていう、そういうのが私のコーチングなんですね。で、実際にやってみて分かったんですけれども、男女とも社会的な制約っていうのが、つまり自分の役目っていうのをすごい押し付けられているところがすごい強いんですね。するとどうなるかっていうと、人によってあれやれこれやれとかって上司に言われてるのを黙々とこなしているとですね、自分の感情を押し殺してしまっているので、自分がどういうものに楽しみを覚えるかとか、どういうことしてると嬉しいのかっていうのが分かんなくなっちゃって、逆に自分はできないやつだとか、僕は暗いとかっていう風なネガティブなことばっかり考えちゃうっていうことがあるんですよ。で、自分の感情を見つめてこないっていうことはですね、そこにフォーカスしたことないから、いざアファメーション書いてねとかって言って、すがすがしい、嬉しい、気持ちいいとかっていう気持ちを過去につかみに行こうとすると、今までやったことなかったからぽっかり穴が開いちゃったような気分になっちゃって、俺って何にも人生で楽しいことやってきたことねえんじゃねみたいな感じでズッゴーンと落ち込む方がいらっしゃいます。実際に私のクライアントさんそれになっちゃって結構大変でした。これを防ぐ方法っていうか、防ぐ方法あるのかな、一回なるような気がしますけど、そんな難しく考えないでください。コツはリラックスすること、そしてたわいもないことでいいんだよっていうことを知っていただきたいんです。以前そのご紹介しました、私はフェラーリが欲しいってなった時に、私は今フェラーリに乗っていてすごく嬉しい、気持ちいいみたいな感じの、その嬉しい気持ちいいっていう感覚を過去につかみに行く時どうすればいいかっていうことなんですけどね、例えばなんですけど、私の場合気持ちいいっていう感覚は黄色い淡い色と一緒になってます。私のちっちゃな時の記憶を使ってるんですね。私のちっちゃな時の記憶は、両親転勤族だったんで、福井の海の浜の方に連れてってもらって、でそこでちょこんと座ってた時の記憶なんですよ。一番最初の記憶ってそれとも一つあるんですけど、でそこでなんか両親がデートしてる姿、後ろ姿を眺めながら、なんかおむつにだんだんあったかい海の水が染みてくるのを楽しんでたんです。で海からこうキラキラって光が来て、なんか潮風感じて、なんかあったかくって気持ちいいな、お外ってっていうのが私の初めの方の記憶で、それが気持ちいいなんです。私のその気持ちいいのだから感覚には、生暖かい風の感触やお尻の感触と、あとそういう黄色い色がくっついてるんですね。そんな風にたわいもない感じで嬉しいとかっていう時には、例えば誕生日にショートケーキ食べたから、ショートケーキのイチゴの赤とか、なんか楽しいのは自転車で原っぱかけた時の緑とか、すがすがしいは森林浴した時に川に足を入れて、でお魚さん見た時の青い水の色とか、誇らしいっていう時は運動会で1位取った時に、なんかメダルみたいなの折り紙で作ったのを首にかけた時のそのメダルの赤色とか、なんかそういうたわいないのでいいんですよ。なんか気持ちに色つけてって、パレット思考法っていうんですけど、自分の絵の具のパレットに一つ一つ置いていくような感じで、ちょこちょこっとその暇な時にリラックスして、
自分どんな気持ち今まで味わってきたのかなっていうのをちょこっとずつその絵の具拾っていくような感じでピックアップしていってください。なので焦る必要ないんで、なんかリラックスした時にそういやそうだったかなってことで、どんな方でも自分にストーリー持ってると思うので、プラスな感情、気持ちいい、嬉しい、楽しいみたいな気持ちって持ってないわけないんですよ。それ自信持ってちょっとやってみてくださいね。